映画監督の小枝裕和です今日はですねお知らせしたいことがありまして、えー、カメラの前に立っております座っております秋にですねレクサスさんとコラボをしまして、えー、若手の映像制作者まあ映画監督を育てるセミナーの講師を務めさせていただくことになりましたまあ海外に羽ばたくというか海外で勝負できる映画監督というのは あなかなか育たないあの僕も今戦ってる最中ですけれどもし、えー、してていいまますす試行錯誤していますなので今自分があのその現場でどんなことに取り組んでどんなことに悩んでるのかどんなことに向き合うと突破口が開けるのか、えー、そんなことを自分なりに話してみたいと思いますし、えー、皆さんからの質問に答えながら、えー、これからの まあ日本映画が日本に限らなくてもいいんですけどね、えー、若手の映画監督たちが世界で活躍できるための道を、えー、一緒に探ってみたいなと思っております、えー、若手クリエイターが世界に羽ばたくことを支援するレクサスさんのこの取り組みそうですね僕が若い頃には考えられなかったと思います、えー、いいことだと思いますとても素晴らしいと思いますぜひ、えー、詳しいことはですね映画祭の方から告知があると思いますので、えー、皆さんふるって ご応募くださいお待ちしております小枝でした